ンディーなジェフとトミーにそのダンディズムについて、スペシャルパートナーに大抜擢されたミサゴさん。ここからはほとんどがアドリブのトークショーへと進行します。普通に出てこれないのかしら。お客様を目で殺さないで。ところでミスタージェフ、あなたにとってのダンディズムって何かしら。イザベラ、出てきて早々。一番、孤独と戦い続ける人生こそがダンディズム。ミスタートミー、普通に聞けないのか。このぐらいしないとあなたたちに勝てないわ。ひたすら戦い続ける人生こそがダンディズムだと思っている。なるほど。今までにないことをとにかく彼女は与えられてやってますので、もう本当に時々周りが見えてない状態になってますから、時々ダメよ、見えてないわよって。ここではい、私ミサゴマリーに戻らせていただきます。突然ですが、大川昇さん、大木誠さんのダンディズムを教えてください。すいません、突然で。私が大川昇です。私が大木誠です。マリちゃん、先生しなさい。トップスターの方と2人の方と共演なので、やっぱり自分がしっかりしないといけないなってすごく思っていたんですけど、やっぱりまだまだ未熟なので、できないこととかすごく多かったんですけど、大輝さんとか大川も助けてくれたので、ここまで来れたなと思うんですけど、ググッと一気に伸びたかなっていう感じが、やっぱり本人のもうやる気がもう何が何でもやるっていう気持ちが出てますから、それが成長させるんでしょうかね、人。女性同士だからこそ、男役と娘役になった時にこう意識してあげるというか、あ、娘役さんね、私は男役ですよっていう、何かこうそういうのを、何かこうちょっとした動作に出たりとか、はい、ちょっと汗が吹きなくて、そう、ちょっとすみません、吹きますか。ほとんど汗がもうアドリブなんですけど、でもお題がダンディズムでしょ。だからこれトークもすごい難しくって、この公演入る時からもの稽古入る時からすっごい悩んでね、やっぱりまだ自分がダンディズムって分かってない部分っていうのもあったので、このお稽古に入る時からすごいダンディズムを探す旅に出ましたね。どうやってやっていいか分からへん。そんな大川さんはご自身が下級生の頃の大輝さんとのやり取りを話してくれました。分からないんですけど、すいません、教えていただけませんでしょうかってこう聞きに行ったんですよ。自分タバコ吸う、タバコ吸うんだったらタバコ持っといて、疲れ取れるためになんかもっと飲み物持っといてとかこう言ってくださったんですけど、なかなかね、こう下級生に向かってそういうことをね言えないんですよね。緊張してるんですよ、すごく。すみません大輝さん、この人カチンコチンになってると思って。だからもうその何かこう食べたりとか飲んだりとか、なんかいろんなこうリラックスできるようなね、その辺のね、心遣いがダンディやなと。抽選で1名の方にプレゼントします。3人のチームワークもバッチリのようですね。そうです。もっともっと聞いていたいトークショーでした。というわけで、はい、喉が渇きました。クラブタキシード後半はダンスショーへと展開していきます。大輝さんが最もこだわり最も考えたのが単語の場面。あそこはもっと私たちはこうなんて言うんでしょう、ギリギリの線行きましょうっていう感じで言ってたんですね。そんなの過激でやったらダメよって言ってたんですけど、やってたら先生の方が何か乗った気があって、奇数のところはもう先生がしてしまえみたいな。いかがでしたでしょうか。あの衝撃的なシーン、忘れられません。
ロマンチックでちょっぴりやんちゃ、シックなのになぜかコミカルなクラブタキシード、お楽しみいただけましたか？きっと今頃あなたの名はハートになっているはず。世界観9月定期公演のお知らせです。前回世界観での公演が大好評だったダンディ、再演が決定いたしました。そのますますダンディな男役をご覧いただけるプレゼントもご用意しています。必要事項を明記の上ご覧の宛先までご応募ください。この番組は日立国際電機の提供でお送りしました。